はい、皆さんこんにちは。趣味で中国語やっております、ポジャンです。こんにちは。またやってきました、プラン B。 何ですか、何のプラン B ですか。俺今年15万人行かなきゃいけないじゃん。はい。なのでちょっと念のためにさ、はい、ちょっとプラン B を用意したんですよ。前回の動画見れば分かるんですよ。ナユさんを嫁にして永住権をもらう。はい、まあしっかりね、はい、ナユさんにも断られたし、はい、ナユさんのご両親には娘がダメって言ってるからダメって言われました、ね、いやそう、それなんですけど、はいはい、もうちょい頑張れると思ったんだよ。だから今日はお父さんじゃなくて、はい、両親じゃなくて、はい、おじいさんの方に。それは効果あるんですか。いやもう家族に溶け込むことをまず優先にしないと、はい、あずっとこいついるなって、はい、そう思うもんやで、でなって、はい、成り行きで結婚したら、はい、永住権もらえて日本にいられるっていう。なるほど。そうで今日はね、まあ、もちろんナヨさんのおじいさんの前でちょっといいとこを見せたい、はい、プラス伊勢の心をつかむ前に胃、はい、をつかめっていうネットよく書いてあるでしょ。あ、なるほど。なので今日はおじいさんがね、刀削麺の達人らしいんですよ。あ、刀削麺を。そうそうそう、刀削麺の達人らしいんだけど、おじいさんの元におじいさん、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 おじいだとちょっと80歳ぐらいになっちゃうんですから、ね、おじいさんの元で、はい、刀削麺の修行して、はい、もう刀削麺を作ってあげて、それで結婚するっていう。その場で、その場で一瞬で、一瞬で指輪はあるんですか。指輪、あ、どうしよう。いや、じゃあそれも刀削麺で作る。あ、いけるよ。うわっ、えろ、いや違う。おはようございます。そうです。おはようございます。はい、そうです。ナユさん来ました。ひどい一言目でした。いやいや、ちょっと、はい、今日も綺麗だね。ありがとう。はい、そうです。もうほらほらね。行きましょうか。はい、ちょっと本気出すわ。ここをちょっと筋肉見せるんだよ。ここ筋肉見てねえよ。いやいや、肩まくっていった方がいいかな。もう、でも何その裏地。え、裏地が違うんですか。どういうことですかそれ。ドンキのやつですね。どうですか。痩せてるは痩せてるけど、何それ。おちょっと舐めてるよ、ほんとに。おぉ、よかった。すごいね。今朝行ってよかったよ。今バキバキだ。パンプアップ状態ですね。そう、すごいね。こうちゃんの手作り料理初めてです。俺初めてか。そういえば初めてだ。そっか、できるの。いや、鶏ハムなら。あ、鶏ハムならできる。茹でるだけですね。え、どうしよう。今日も師匠です。およろしくお願いします。ナユのおじさんです。おじさま、おじさん。ナユのおじさんも俺のおじさんですから。そうなの。そうです。そうなれるから。そう。面と相性だね。あ、これよかった。あれがある。麺。混ざったもの。混ざったもの。生地。そう、生地はちょっと生地はある。あ、ゼロから作んなくていい。よかった。じゃあ多分相当時間がかかるから。いや、ゼロからじゃないとあんまりちょみがないね。なんていうの。ちょっと待ってから。あららららら。おお、すごい。おお。おお。おお。コンパ。で、麺で結構やばいな。うん。やっぱ結構やばい。塩麺。なるほど、これは前もって作んなきゃいけないんですよ。ふんふんふん。なるほど。じゃないと削れないな。そんなすぐにはできないんだ。そう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 。あれが刀削麺を削るやつってこと。うん。うわ。こういうのできるんだ。我先给你看着。好的好的。对吧？这个这个还有吗？啊啊 ，OK OK。这样，这咱们靠这儿。啊啊。往右里，往右里。靠这男的，嗯，等一下，在这里。哦。完了，压着印儿就行，一下一下的。哦，すげえ。再有劲儿的压一下，压一下。好的，好的。我是最大的火灭手。哦。跟练腿一样的。好的，好的。来，你来。嘿嘿嘿。もういける。いけそう。对对对对对。对。まずこれ見て。はい。すごい。これが専用の。専用の。ええ。意外と重いね。あ、重いんだ。意外と重い。何キロぐらいですか。八。結構だね。8キロくらいある。
いや、これしっかりしてるから。頑張って。何これ、ちっちゃあ、なるほど、持ち方もしっかり麺はちょっと待って、麺は空を切ってる練習ですか。え、なんか結構さ簡単そうに切ってたのに、うん、今あのいや、あのリラックスしてって、リラックスして、今の形。ああ、なるほど。お、お、分かった。お、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 すげえ、まっすぐちょっとでもめっちゃいい、でもちどい、これ食べれないやつですからね。あの、今俺全部無駄にしてるやつ全部無駄にしてる。今日はさ、あの営業日じゃなくてよかったわ。やばい、別のペース、別の容器に入れた。いや、ちょっとあの後であのおじいさんが作ったやつと俺が作ったやつをあの比較してみる。明らかに食用じゃない器に入れてる。你这个手揉过的吗？嗯，这个握把它有的端着平，这个把这手往那放，它不用管它，一个让它直接从这蒸啊的，它直接直接走就行。すごい、なんかめっちゃ簡単にやってるように見えるんだな。ですよね。今手硬いから力、余計な力入ると逆にできなくて、なるほど、リラックスし、リラックスすればできるらしい。なるほど、リラックス。そう、リラックスしてあの平面にすればできる。はいはいはい、はい。あのさ、これ見るより5倍難しいからね。いや、確かに本当に本当に簡単そうに見えるもん。本当に無罪。行きましょう。いいとこ見せましょう、ボさん。まあ素振りです、素振りだよね。ゴルフの前のね、素振りバーガー。今度はナユさんの分ですから、しっかり。いいね。いいね。うわ、ちょっと待って。おお。肩トレこれ。あ、もう普通に疲れるんだそんなに。肩トレ本当に。今ね。ブラダンズープのラーメン店に住んでるんだよ。あ、是吗？对。啊，那大丈夫。你要告诉他要加多少？我怎么加呢？我自己弄弄一个。这是你自己的，これ。碗过去。对，大概。一斤。这个。奈友さん辛いの好きだよね。そうそうそう。辛いの大好き。半勺不行，太辣了。太辣了。辛すぎるだろ。初心者目に見てもとんでもない量入れようとしてる。おお。ちょっと待って。おい。それ食べれる？食べれないでしょ。とりあえずこれ。オッケー。はい。これがこうちゃんの。野菜を茹でます。あ、でも美味しそう。あ、いいわいいわ。真ん中に置く。肉。パクチー、パクチー。パクチー大好きだよ。大好き大好き。多吃还少吃，多吃多放，少吃少放。お。これオッケー。お。お、完成。これオッケー。おめでとう。うわ、ええ匂いするわ。
さすが。すごい、本当に。普通の麺よりちょっとあの箱台があるだって。箱台。箱台。箱台。OK、別になったね。かっこいい。これもしあのこの振り幅だとさ、全部なくなるね。いやマジで、あの数センチしか動いてませんでしたからコースは。そんなに違いはないんだよ、うん、まあ本当に麺勝負だよね。味はだってほぼほぼ入れてるものは同じだから勝負ではないです。まあ、え？勝負ではない。いや勝負ですよ。いや違います。勝負ではさあ頑張った。いや本当肩ちょっと着せるわ、うん、本当に痛いでしょ。痛い。だっておじさま隠れてたけどやっぱねパンパンだったもん。いややっぱそうだよ。初めてフォーちゃんの手作り刀削麺を体験していきます、はい、さあまず麺を見せる。そうだね、麺どういう出来栄えなんだろう。ここは同じですよね、多分おじさんは。はい、おお。これが細いね。あと麺、あの、これはちょうどいいぐらいじゃない。これおお、あ、でもいいやつもある。うん、いいやつもあって、いい、ね、こういうやつもある。これ何？こういうやつもある。ね、サービス、サービス。何のサービスやね。お味見していきますね。はい。うん、美味しい。お。この硬い麺美味しい。確かに、この麺によっても。これは。ちょっとね、一皿の中でいろんな食感があるということですよ。あ、そうなんです。そうそうそう、ありがとうね。わざと作ったんでしょ。わざとわざわざですか。あ、そんな技術持ち合わせたんですか。じゃあ食べてみます。飽きさせないからね、はい、口の中で溶けた。ほら、ね、どんな薄さで切ったんですね。あの、噛まなくてもいいぐらい溶けました。もう食べてないのと一緒だ。自分の初刀削麺が自分の、うわ、これちょっと切った刀削麺ですよ。どうですか。スープうめえわ。このライオール好きかもしれない。スープやないか。麺は、はい、いろんな食感。いや自分では分かんないな。いや、まあ、初めてだからね、まずそもそもが。ほんと食べたことない食感。いや、おいしい。まあもうスープはそれ美味しいんだろうけど、うん、スープ美味しい。麺は違和感なく食べられる。別に、いや、違和感ある。違和感ある。あの、なんかね、多分ね、均等じゃないんじゃん。なんか麺がバラバラだから、うん、食感か喧嘩してんだよ。そう、あの、策略と違えじゃないか。あの、硬い方と、すごい溶ける方を、そっか、そう、なんかね、かあの、伸びた麺と、うん、あの、あの固めな麺一緒に食べる感じだから、うんうん、頭の中ね処理できない。そっか、茹で時間だから太さでそういうのも変わってきちゃうんだ。ちょっと俺一回おじさんのやつ、はい、ちょっと一回比べてみるね、うん、あなたが先に比べるかい。おお、ほら麺が同じじゃん。すごい弾力が違う。死んでるよこれ。いや、ほら全然違う。ちょっと待って、全然違う。なんだこのミミズ。え、ちょっと待って。なんかきしめんやん。すごい。これはちょっとね、すごいわ。こっちわかる。違う。歯ごたえがあってちゃんと芯を感じる。ほうほうほう。ちょっとね、固めに茹でたうどんの感じ。見た目があんな違うとは思わんかったな。全然違うよ、本当に。すごいね。いや、そんなに違うんだ、見た目が。まずめちゃくちゃ違う。きれい。そう、弾力がある。だってこっち死んでるの。なんだ俺。これうわ、確かに、うわ
こう見ると全然違うわ。すごいこれちょ、うん、だってほらこれだとね、麺食ってる感じはあるわ。うん、こっちだとね、何食ってるか分かんないもん。細っ。これは、うん、すごい。ちょっとなよさん頑張って食べてね。俺頑張って作ったんだよ。ちょっと待って、まあ、おじいさんだからちょっと待って、あのちょっと そっち食べてください。こっちいつもね、これもこれしかないんですよ。うちのおかんもね、まだ食ったことないよ。そうおかんだったらさ、もう泣くね。いや、今しか食べれないけど、そうそうそう、別にもう食べなくていいんですよ。いや、食べてください。これはポーさん、いけるんじゃないですか。結婚してください。ママ後で来るよ。いや、一回ちょっとナヨさん OK って言ったらナヨさんのママも OK ですから。いや、OK 言うわけないでしょ。今日どこがダメですか。あ、今日どこがダメですか。いや、身長も低いし今日も身長低いと思う。目ちっちゃい。遺伝子から見ると将来子供のためにね、待って待って待って、あの身長と目の大きさとか、うん、大丈夫、あと財布ね、財布、うん、あ財布事情かな、財布もう人は優しいけどね。まあでもまだチャンスある。え、チャンスありました。ほら、優しいさん残ってる。じゃあ今のとこだけ聞いたらちょっとチャンス、もうチャンスすらなかったように聞こえたんですけど、身長と目の大きさが覆ることがあるってこと。そう、180、じゃあポーちゃん180センチぐらいあの身長伸ばせば、うん、あの結婚します。ね、おジャックハンマーの事実マジでいくよ。いや本当にいける。今公言してくださいましたから、ポーちゃんが180センチ以上になったら、そうそうそう、180センチ以上になればあの機会を与えます。はい、だからもうポーさんあの周りとかからじゃないです、身長からです。いや、身長からです。はい、だからもう今度からの身長伸ばす企画になります、これ。あの内容さんの無効企画。身長伸ばす企画が全力で28位でさ、身長伸ばすことある。いや、だから今年までにどうにかぶら下がってみたり、もういろいろやって身長伸ばすしかないよ。まあ、あと8センチはちょっと何度か。だから1ヶ月 1.5 センチぐらい伸ばせばいけるよ。あ、いけるね。うん、最悪もうここを切り開いてここになんか石でも詰めちゃいかん。最終でも帰国寸前になったらそれやるのにが。よし、じゃあまた次回身長伸ばす企画で、はい、OK、 はい、よし。でも本当に機会をくれるって言ったのはでかいよ、やっぱ。そうです、うん、見えた、やっと見えてきた。いや、見えてきた。よし、そう、本当に皆さんもあの、はい、こっちも登録お願いします。お願いします。そう、お願いします。バイバーイ、はい、まがないいきましょう。